はい、ただね、目標がこう設定されますから、うん、やっぱりそこに向かっていく姿勢っていうのはね、やっぱり失われないと思いますけどもね。今日の先発ピッチャー横浜には絶対の自信を持っております宮本です。1回から変化球が冴え渡ります。先頭バッターの石井、スイングアウトの三振。3番の高木、さらに4番のローズ、1回は3奪三振。非常にね、あのベイスターズに対してはね、この宮本ね、相性の良さといいますかね、まあ、しかしあのベイスターズの打線もね、こう振り回すわ、そして引っ張るわね、やっぱりこの攻撃としてのね、組織だったものがないですね。2回で5奪三振です。一方最多勝を狙います横浜の野村、2回先頭バッターの広沢にセカンド内野安打。続くハウエル、8月28日横浜ベイスターズ戦以来およそ3週間ぶりのアーチです。まあここね、最近5試合当たりがこう出てきましたけどね、まだまだだけどね、ハウエルにしてはインサイド、これフォークですけどね、はい、インサイドのストレートね、弱点ありますね、本人は久しぶりに気持ちよく触れたと言っています。25号ツーラン、3回のチャンスを逃したヤクルト、4回にも先頭バッター広沢センター前ヒットでチャンスをつかみます。さらにハウエルがライト前、これで3塁1塁、近藤監督出て2番手のピッチャー小檜山、ピンチヒッター畑を歩かせワンアウトフルベース。しかしハドラー、どん詰まりの当たりは463と当たるダブルプレイ、野村監督言うところの最悪の攻撃です。2対0で迎えた7回、この回の先頭バッターローズを打ち取ったところで宮本が史上251人目の投球回数1000イニングスを達成しました。12年かかってるんですね。大変でしたね。私も随分ね、はい、対戦しましたけども、ええ、ところがそのすぐ後畑山に打たれてしまいます。神宮球場の左中間一番深いところへ飛び込むホームラン、これで2対1、その差がわずかに1点となりました。100球までが限度ですかね。あの5回までね、10三振取ってましたけどもね、また記録いくんじゃないかというこうね、反省しましたけども、2アウトを取りましたが佐伯にデッドボール、さらに秋元の一撃がフラフラっとライト前に落ちます。これが2ベースヒットとなって2アウト3塁2塁、一挙に逆転という場面です。ここで野村監督ピッチャー交代、2番手に内藤、ピンチヒッター宮崎に対し内藤は落ち着いてセカンドゴロ、ピンチを切り抜けます。しかし内藤は肩の痛みを訴え、このあとすぐに変わってしまいます。この時ドームの途中経過、スタンドが沸きます。9月7日一軍登録したばかりの岡本徹ですが、ピンチヒッター土橋を歩かせる。さらにハドラーバントですが、これがバントできない。うん、先ほどのね、一矢満塁で取れない、そしてこれね、はい、終盤になってこう遅れない、非常にね、この負けているようなチームのね、絶好パターンですよね。しかもピンチヒッター隅の時に一塁ランナーが飛び出してタッチアウト、はい、悪い方悪い方へと流れていきますヤクルトです。2対1、わずかに差は1点。8回からピッチャーは小坂、その小坂が先頭バッターの石井にセンター前へ打たれます。ノーアウトのランナー、ここで2番の高橋送ります。ワンアウトランナー2塁、左の高木を迎えたところで左の山本、しかしね、相性いいとはいえね、はい、この辺のね、ヤクルトの守りはね、防戦一方ですよ。出すピッチャー出すピッチャー、今日はもう一つピリッとしません。ピッチャー強襲のヒット、これで三塁一塁、目まぐるしいピッチャーの交代です。とうとう高津が出ます。その高津ですが、4番のローズにデッドボール、もう絶対絶命という場面です。ね、ワンアウトフルベース、ここでね、二遊間はね、まあ、ヤクルト1点リードしてますからね、はい、もうダブルプレー、体制でいってるんですね、そこへね、この畑山、ね、変化球ね、はい、もう注文通りですよ。そうですね、ここはね、高津ね、さすがですね。6-4-3と当たるダブルプレイ、ピンチを出しました。なおもピンチが続きます。9回表、先頭バッターの進藤がレフト前ヒット、ワンアウトとなりました。ピンチヒッター横谷の2球目、ワイルドピッチ、
ランナーが二塁へ進みます。横谷のセカンドゴロの間にランナー三塁へ、ね、牽制ありパスボール、ね、パスボールあり、非常にこの、ね、ミスの多いゲームですよね。ピンチヒッター井上を歩かせます。ツーアウト一三塁、同点はおろか勝ち越しのランナーまで出してしまいました。ただね、バッターが1番の石井、今のランナーはね非常に守りやすいと思いますけどね。しかし石井は打たされてしまいました。ショートゴロ、ヤクルト辛くも逃げ切りました。高津が15セーブ目です。今シーズン2度目の6連勝。しかし野村監督、石膏の連続にこういう展開のゲームは得てして負けるもんだけれども、負けなくてよかったと苦しいゲームを振り返っていました。はい、それではヤクルトと中日のゲーム差を見てみましょう。ヤクルト6連勝、しかし中日も負けません、5連勝で差は 1.5 ゲームと変わっていません。残り試合はヤクルトが24試合、中日が5試合を追い29。